寄付をくださってありがとうございます。ありがとうございます。本当に感謝します。それには及ばないよ。コロシンの主要な教義は慈愛、信者として当然のことをしたまでだ。感謝も私でなく神に言ってくれ。神への感謝は僕にはできません。え？僕はあなたに感謝したいんです。そうではないよ。私は何もしていない。神の慈悲だよ。神は人間が作り出したシステムに過ぎません。失礼なことを言うもんじゃない。アクトさん、いい加減にしなさい。みんなが神様を信じてるの。だからそれでいいでしょう。ほら、神様に謝りなさい。実在しないものには謝れません。そんなことだから孤児になってしまうんだ。だいたい大金を恵んでやろうというものに逆らうのか。申し訳ありません。ほら、アクトさん、アクトさん、自分が正しくても頭を下げなきゃならないってこともあるのよ。僕は生涯そうならないようにします。入ったので、いつでも伊賀の里には戻れますが、あいつはコロシンの信者、スハラシンの信者である服部家に入るには、回収してもらえば済むことだ。ともかく、お見合いの準備は整っておる。待ってるからな。父上、あなたのお父さんはお見合いを承諾してくれました。だが、どうやってアクトに告げれば。見合いの日にちが決まった。え、誰のだい。私とアクト、お前のだ。え、それは僕の意思を確認しないで決まったってことか。ダメだ、そんな文句を言われるに決まっている。ならば私と結婚してくれ。僕らそんな年齢じゃないだろう。俺もダメだ。ならば愛している私の旦那様になってくれ。いや、言えるものか。そんなに悩んでいるのならこちらから伝えましょうか。いつから見ていた。奇怪な一人芝居を始めたあたりからです。なんという屈辱か。大丈夫です、情報は秘匿します。性欲を隠したくなるのは人間の特徴の一つだと理解していますので。性欲、バカ、これはそもそも政略結婚みたいなもので。ならば簡単に告げられるはずです。そうだよ。だがアクトのやつがどこにいるかわからん。言うのは明日に伸ばすか。でしたら。はい、アクト探知機。なあ、明後日ちょっと実家に付き合ってもらえないか。一体どんな用事なんです。来ればわかる。わしが？あっしって、え？服部さんが誘ってるのって兄貴でしょ？え？それはそうだ。確かに私が誘っているのはサイアクトだ。だがお前も来い。賑やかしになる。
賑やかしでやすか。ああまあ分かったけど。いや何、簡単なことなんだ。その純粋に政治的なことというか、父上や一族の者が会いたいということでな。やっぱり足は関係ないんじゃ。私がサイ・アクトだけを誘っているのではないということだ。監視員である自分も同行しますが問題ないですよね。いやだからそれはその純粋に政治的ってある、ない。久しぶりじゃの。今は何の役職じゃったっけ。内閣魔術情報官。ほう、魔術情報室のトップか。サイモエイトとかいう物騒な連中を従えていると噂の、そんなのがこの学院に何の用じゃ。警備体制への忠告ですよ。ここのところの魔獣騒ぎはご存知でしょ。魔獣は異常なマナによって変異した生物、そしてそれは魔王の体内マナの発する波長によって活性化するとの有力な見解がある。つまり相変わらず無意味に分かりづらい言い回しじゃな。僕のせいで魔獣騒ぎが起きていると。気づいてないのか、自分の責任に。責任？何ぼーっとしてるんですか。いや、ほん？母さん、行ってらっしゃい。ケイナちゃん、一人になっちゃうんですね。そんなに長くいなくなるわけじゃないんだし、妙に感傷的なことを言わないでくれよ。行っちゃった。どうしたのさ。あれだ、ほら、何か食べるかと思って。体の具合でも悪いのかい。そうじゃない。つまり言いにくいならここは私が。いや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 、政治的なことなんだ、高度に。うん、ちゃんと話してほしいな。もしかしたら気づいたのか。気づいてないのか、自分の責任に。いや、なんとなくだけどね。責任は取らなくちゃいけないと思ってる。それは本気で言ってるのか。そうか、だったらいいんだ。あとは父上から説明があるだろう。父上？伊賀の里か。屋敷へは20分ほど歩くことになる。うわ！優子、いたずらが過ぎるぞ。お姉ちゃん、腕は衰えてないね。はじめまして、妹の優子です。あ、星野ゆり。そうです。すいません、アイドルやってます。うん、この人がお姉ちゃんの彼氏なの。ちょっと違う。なんでそんなに強く否定するの。じゃあこっちの人なんだ。え、それも違う。お姉ちゃん分かりやすすぎだけど、こっちの人をやめた方がいいよ。こら、失礼なこと言うな。なんでこんな人とお姉ちゃんが結構仲良くしてるのかなって聞こうとしたんでしょね。そうだよね。え、あの人どんな人なの。どうしてそんなことを聞くんですか。あの人、魔獣の匂いがする。え、私ね、そういうのに敏感なんだ。敏感って。子供の時のことなんだけど、私魔獣に噛まれたんだ。それで体に魔獣のマナが入ったみたいなんだよね。それから魔獣が近くに来ると頭がおかしくなっちゃいそうで怖いんだ。
単刀直入に聞くが、純子のことは好きかね。はい、大好きです。気持ちのいい若者じゃ。だが純子の立場も知っているだろう。君と共に暮らすということが服部家にとってどういう意味を持つか。共に暮らす？そうか、僕はしばらくこの屋敷で世話になるわけだし、どのような困難があろうとも純子さんの周囲や家族の環境に配慮し、彼女のために最善の選択をしたいと思います。今宵は宴じゃ。おお嬢、幸せになれよ。許す、今まで許さなかったが許す。そんなに盛り上がることかな。やっぱりあいつは何か誤解してないか。そうだ、本人に確認すればいいんだ。いや、確認するってどうやって。あいつはまだ回収していないということは、結婚までは そういうことはできない。夫婦なら当然することを迫れば、あいつが現状を理解しているかどうかがわかる。いや、手を出されたらしてしまうわけだよな。いや、もしかしてそれはそれでいいのか。そういうことならもう一度体を洗っておこう。どなた？どうしたの？こんな時間に。ん？ねえ、もう遅いし、話なら明日にでも。明日になったら人が来ちゃうでしょ。もしかして家のために無理をしてるとかない？無理？そんな態度、僕が好きな服部さんがすることじゃないからね。どうしたの？お前は聞いていなかったものな、私と結婚するという話を。結婚？すまない、私が説明しなかったのが悪いんだ。ごめん、まるで気づかなかった。僕のせいだ。君が言い出せなかったのも結婚を嫌がっているからなんだね。え、悪かったよ。家の命令とあれば断れないものね。僕が本当に君のためを思っていればちゃんと最初から断れ。とんだバカだな。私は、お前はそういうやつだもんな。何がそういうやつなんだい？だからそういうやつだと言うんだ。私は一人で勝手に盛り上がってしまって。今日のことは全て忘れてほしい。北条を泣かせたな！貴様最初から服部家をたばかるつもりで生きて帰れると思うな。誤解だ。え、覗いてたのか。海岸人の意地にかけて逃がすな。罠？ここも服部家の敷地だろうに。誰だ？誰だとはご挨拶じゃないか。逃がしてあげようってんだよ。君か。確か照屋英子。あたいの家に来ないかい？君の家に？照屋家だよ。服部家より格は上。服部家に取り入ろうとしたあんたじゃないか。それなら都合がいいのは照屋家の方さ。僕は取り入ろうとしたんじゃない。ねえあんた、
あたいとくっつかないかい？君は好きになれない。あたいに逆らうってのかい、畜生。あんたのこと好きになりそうだったから誘ってやったのに。だったら殺してやろうかね。あのバカな赤毛の後を追うがいいさ。どういう意味だ。お誕生日おめでとう。あと5分か。で、いつなの？ね、もうすぐなんだけど、その時になったら言うね。それじゃあ一緒にいられないかもしれないじゃないか。あーちゃんの言った通りになっちゃった。見えたか、メイヨ。はい。行け、ヘビ。あたいの父親が大司祭なのは知ってるだろ。君の父親、テリア家の当主か。その大司祭は暗殺をすることがあるって知ってるかい。テリア家は服部家と違って諜報を主な任務としてきたからね。スハラ神が危険とみなした相手を殺していくのさ。そんなバカな。で、今回の標的はなぜかあの赤毛。笑っちゃうだろ。全く無害としか思えないバカ女なのにさ。貴様。あっ。君は。じゃあ、あたいは逃げることにするよ。あんた、どんなつもりでうちに来たのさ。詫びなければならないことはあるけど、後にしてもらおう。そんな勝手な言い方、ひどいじゃない。お姉ちゃん泣いてた。悪かった、後で話す。話なんかしなくていいよ。もう関わらないでよ、うちに。君の家に関わるかどうかはスハラ神がやっていることを確認してからの話だ。どうやら事実らしいです。問い合わせていますが回答がありません。この件だけは神が無言を通しています。コロネ、学院に転送してくれ。何か誤解をしていませんか。え、私は監視員でありマーク都心の使い。宗派は違っても神の決定は決定です。それでも行くと言ったら全力で阻止します。私強いですよ、コロネちゃん。おめでとう、ゲーナ。パチパチパチ。ヘビ。逃げられませんよ。武器を使うまでもなかったですね。そういうことか。なぜお礼を言われないの。ユウコちゃん。どうしたんだ。彼女、魔獣のマナが体内に入り込んじゃってるんですよ。活性化。兄貴。誰、助けてくれたの。ええ、この先何度だって助けますよ。クロブラどのような術だ。ポジスン式完全切断。次元切断とでも言えば分かってもらえるかな。貴様、内閣魔術情報調査室の大和宗一郎。ずっと君を待っていた。どこでも会ったことないよ。ほら、その髪飾り、私があげたものじゃないか。あーちゃん。
君がケーナを。彼女は自動率だからな。自動率？彼女と単一者の契約を交わすことで神々を支配するための巨体を手に入れることができる。何を言っている？神々は支配されることを望んでいる。広大なネットワークに漂う知性を持て余し、ただ一体の体を欲しがっている。ならばスハラシンはなぜ彼女を殺すことを命じた？神々は俺を拒否した。俺は私欲で神を支配しようというのではない。むしろ神を解放しようと考えている。だが神はそれを恐れている。避けるためには俺を消すか、自動率である彼女を消すしかない。君が彼女を助けたのはその自動率として利用するためか？それが彼女の役割だ。ならば僕は彼女の自由を守る。あーちゃん！危険だよ。あーちゃんに守ってもらえるから大丈夫だよ。違う、あいつが危険だ。あーちゃん！化け物がおぞましい。我ながらそう思う。だが次で終わりだ。あーちゃん！我が子となれり。先輩、このエソフジコ、愛しいアクト様のために魔獣を意のままにする技を発見いたしました。彼らはアクト様のご命令一つで動きますのよ。遠慮なく使わせてもらう。アクト様、そんな忌まわしい力まで使おうというのか？神が人の暗殺を命じる。そんな物語を僕は終わらせる。俺は知っている、魔王、君がこの世界を破滅させることを。